見事ね。全く違う舞なのにあそこまで合わせられるなんて。ったく、じゃれてばかりのくせにこういう時だけ息が合うんだよな。こちらでもバックアップと報酬の準備を進めておくわ。よろしくお願いね、使徒の裏対決屋さん。了解だ。とっとと本題に入るためにもな。バンさん、アーロンさんも改めてお久しぶりですなんだかちょっと懐かしい感じですね。二月そこら離れてたくらいでしゃらくせえやりとりはいらねえだろ。だがまあ少し見ねえうちにまた老けたみてえだな、おっさん。老けてねえっつな。ったく、このガキは相変わらずだな。そうなのよね、年末年始も目を離せば遊び歩いてばかりで。ちょっとはフェリを見習ってほしいわ。ああ、新年祭の巫女役ってのも立派に務め上げたんだってな。えはい、クルガに代々伝わる炎の歌と舞を受け継ぐ役目です。久しぶりの代替わりということで思った以上に時間がかかってしまって。本当は首都やメッセルダムの件もお手伝いしたかったんですけど。まあそこは気にすんな、一応なんとか乗り切れたしなしかし感動されてたくせにそんな大層な役目に選ばれるとはな今だから言えますけど、私も正直びっくりでした。昔からいつかお兄ちゃんが引き継ぐと思っていたので。巫女にして巫女、男が継ぐ場合もあるらしいが。ま、俺からしたらチビでガキなのは変わらねえから安心しろや、うん、そういうアーロンさんはもう少し大人の自覚を持ってください。だこら、やりますか。わかったわかったからじゃれるな。騒がしいってろ、二日酔いに響くだろうが。もうジャックもいい加減シャキッとしなさいよ。だから酒場での情報収集なんて行かせたくなかったのよね。ルセやな、聞き込みの定番だ。きっちり掴んできたんだからいいだろう。
すんじゃま、始めるとするかよ。俺とチビにとっちゃ久しぶりの 4SPG よな。2番街ですか。1番街とはだいぶ雰囲気が違うんですね。そういや、前回の出張では来なかったな。ルー家のお膝元である1番街に対して、ここは東方人街における旧市街。下積み時代に滞在してた頃は2、3回ほど立ち寄ったっけな。しかし久しぶりの 4SPG ね。ああ、なんだその生温かい目は。出かける前にアシェンさんから聞きましたよ。毎年新設前後で起きる街のいざこざをお友達と対応していたそうですけど、今年は噂を流して掲示板で困りごとを集めて状況を俯瞰しながら動いていたって。それって裏解決屋としてのやり方ですよね。別にそんなんじゃねえ。効率いい方法を取っただけだっつの。意外と可愛いところあるよな、コートのキリンジ。うぜんだよって、アシェンのやつ余計なことを。ま、それはさておきだ。ジャックの情報が確かなら潜伏先はここで間違いなさそうだな。ああ、来家の残党らしき連中が2番街に出入りしてるっつう話だ。加えて歌劇場でアシェンの動きを見張ってやがったデバガメ野郎、それらしい奴がこっち方面に来たのもシドたちの情報網にも引っかかってな。あとはそのシャードサーチっていうのがありゃアジトを割り出せんだろ。アルマータの遺産、いや第8のゲネシスの外郭だったか。そいつを探す肩慣らしだ。とっとと裏切り者ども締めちまうぞ。バンにフェリーダもせいぜい油断すんなよ。たく、どの口が言ってんだ。早速行動開始ですね。これは金魚？こんなにたくさん。風流だね。縁起物でもあるからな、それなりに人気だぜ。ま、俺は食える魚の方が好きだがな。さて、何にしようか。ご満足いただけたかな。
ちゃくちゃうまいな。ご注文は何かな？ありがとうね。釣れそうじゃねえか。怪しい足跡の反応があります。当たりだな。おっ釣れそうじゃねえか。いっちょやってみるか。よっ。悪くはねえな。うら釣れそうじゃねえか。行きますよ。そうね。待て、確かここは。ああ、ワンジーさんの銭湯だ。最近サウナもできたが、どうするよ。マストだな。アーロン、お前知ってやがったな。ざまねえな。まったく、アーロンさんは。東方風の銭湯、私も興味があったんですけど。早く決めちまいな。またいつでも来な。
ここならよく釣れそうです。このでかい門構え、月下流の道場だったか。ああ、その総本山だ。俺も一時期通ってたな。立派ですね。頼んだら手合わせしてもらえるでしょうか。って道場破りかよ。
参る。ブーストが有効だぜ。アーロンさん、チャンスだ。ブーストチャンス。そうだよ。そこだ、テリー。どうせ強行突破だ。ド派手に行こうじゃねえか。敵へ多数、迅速に制圧します。よし、まずは上の階を目指すぞ。最上階に出ました。反乱の中枢メンバーがいるとすりゃ、雑魚の相手も飽きてきたしな。人道を渡してやるかよ。侵入者はまだ片付かんのか。こんな日中に仕掛けてくるとは。てめえらだな、残党どもの中枢メンバーは。動かないでください。貴様はアーロン・ウェイ。義援路子外の。ルーケが直接来るなら気づかぬはずが。誰が子外だ。誰がルーケでもねえ。俺は俺として幼馴染からの頼まれ事を片付けに来ただけだ。今なら好きな方を選ばせてやるぜ。このままおとなしく投降するか、ボコられてから引き渡されるかをな。やれやれ、悪役みてえな決め台詞を吐いてんじゃねえよ。仲間を裏切った人間相手に容赦は不要だと思いますけど。ま、筋が通ってねえのは確かだな。オラシオンでのデスゲームを制した。どうして貴様たちまで。これまでか。構えろ。こいつらがいたか。長老家に仕える教主ども。ヘイユエでも指折りの精鋭ですか。形勢逆転だな。いくら貴様らでも彼らにはかなうまい。ことでは失態を演じたが、もはやなりふりは構わぬ。来家復権のため消えるがいい。今さら復権とかどう考えても不可能だろうが。それになめんじゃねえ。裏切り者どもの拳なんざ届くかよ。ルーケの教師ほどの圧はありません。何としても乗り越えるだけです。それでこそ皆様かと。うん、何者だお前さんは。リゼットさん。おいおい、こっちに来てたのかよ。連絡が遅れてしまい申し訳ございません。マルドゥック社のとある出張業務に特別に同行させていただきまして、リゼット・トワイニング、今これよりアークライド解決事務所に復帰させていただきます。いいだろう。再契約受けたまわったぜ。頼もしいです、リゼットさん。業務とやらはさておき、こうなれ勝ち確だな。一人増えたところで何が変わる。滅するがいい、裏解決や。てめえらがな。行くぜ。敵はほふるのみ。派手に決めるぜ。
ざっとこんなもんだろう。助かったぜ、リゼット。バン様たちならば無用な加勢かと存じましたが、アーロン様、締めはお任せします。ったく、当然のように状況を把握してんじゃねえっつの。反乱はこれで幕引きだ。観念して現実を受け入れるえ。ここにいたのか。って、アシェンお嬢さんは一緒じゃねえのか。おう、シドたちか。何慌ててんだよ。何かあったのか。そう、それが。とにかく来てくれ、アロン。ついさっき、ファンターレンが。信じられないニュースが飛び込んでまいりました。今捜査官と共に顔を出した模様です。クーロン銀行の副頭取ファン・ルーシです。この度の脱税疑惑で行われていた家宅捜索が終了、連行される模様です。ファンおじさん、
てめえら何を考えてやがる。一体どういう了見で。アーロン、すまない、心配をかける。留守の間よろしく頼む。アシェンさんのお父さんが脱税疑惑ですか。ありえねえな、あらゆる意味で。ルーケ始まって以来の事態だろう。義援爺さん、逃れようのない証拠が上がった。取り調べも時間がかかろうな。証拠って、おい、ボケてんじゃねえぞ爺さん。おじさん、ファンのおっさんが、ファンターレンがパクられるなんざ。分かっておる。だがもはやことは動き出したようだ。なすべきことをなすがいい、アーロン。アシェンにもそう伝えよ。は？何言って。おい、爺さん、こんな時にタチの悪い冗談をかましてんじゃねえよなあ、義援爺さん。し、両方院に運ぶぞ。至急連絡を。搬送された義援牢のお体からとある遅効性の毒物が検出されました。依然処置は続けられていますが、予断を許さない状況でしょう。いえいえ。クソが。
バンさん、昨日に引き続いて裏解決屋に協力を依頼できるかしら。もちろん相応の追加報酬は用意させてもらうわ。臨時ではあるけど当主代行として、探し物のさらなるバックアップも含めてね。いいだろう。裏社会については裏解決屋も他人事じゃねえ。ルーケを出し抜いた何者かを放置したままコートで動くってのも違うだろうしな。ええ、各地の不穏な動きも考えれば必要な危機管理でもあるでしょう。何としても解決しましょう、アーロンさんとアセンさんのためにも。てめえら。改めて契約成立ですね。 4SPG についてはすでに手配してあります。いくつか張り出され始めているようなので、どうぞそちらもご活用なさってください。今朝、いや、もしかして昨日の時点でか。たく、あんたは相変わらず抜け目ねえな。不在の隙をつかれた出店、私も取り戻すのに必死ということです。どうかお気をつけて、成果のほど期待させていただきますよ。まずは 4SPG の確認、それから昨日の件に関しての情報収集。カシム警備主任に話を聞く場合は港湾区に向かうべきかと。午前中の段取りは以上でよろしいでしょうか。やれやれ、お前さんがいると途端にやりやすくなるな。そうですね。社長様も肩なしだな。さてと、先生を抜きにすればこれで馴染みの顔ぶれが全員集合ってとこか。仮想空間ってのは微妙に味気ねえが、これはこれでありか。はい、アニエスさん、それに皆さんも。そんな長い間離れていたわけじゃないのに顔を見られてとっても嬉しいです。フェリちゃん、皆さんもお元気そうで安心しました。アニエス様の方こそ、首都でも大変な状況の中奮闘されているとか、並行して学芸祭の準備に事務作業まで、本当にお疲れ様です。いい機会ですから、リゼットさんのマニュアルを参考に勉強させていただいています。スウィン君とナーディアちゃんもいろいろと手伝ってくれていますし。そういえばアーロンさんたちと顔を合わせるのは初めてなんだっけ。裏解決屋代行のお二人ですね。お噂は金がね。
お会いできて嬉しいです。ああ、よろしく頼む。